野剛、最新主演映画は、宣伝不可能で、正直困っている、完成披露挨拶2018年6月11日20時25分、スポーツ報知舞台挨拶に登場した、前列左から、東出昌大、北川景子、綾野剛、と忠信、染谷翔太、レッドカーペットを歩く綾野剛俳優の綾野剛、36が11日、都内で主演映画、パンク侍、切られて灯籠、30日公開、石井岳龍監督、完成披露舞台挨拶イベントに登壇した。芥川賞作家の町田孝志の同名小説が原作。江戸時代を舞台に、12人のくせ者たちによるハッタリ合戦が繰り広げられる。綾野、北川景子、31、東出昌大、30、染谷翔太、25、浅野忠信、44、若葉達也、29、近藤公園、39、国村淳、62、豊川悦司、56、ら豪華キャストが特設されたレッドカーペットを練り歩くと、総応募数2万人から勝ち取った約1000人の観客たちは大熱狂。会場は接近中の台風を吹っ飛ばすような熱気に包まれたが、綾野は、こんなパンク、な登場をしたのに、足元悪い中お越しくださり、感謝しています、と挨拶。撮影にあたり、石井監督から、今回は宇宙と戦ってほしい、と壮大な依頼されたというが、どう？服を言葉で表現するのが難しいようで、宣伝不可能で、正直困っている、と苦笑いした。一方、金色のジャケットを身にまとって登場した、紅一点の北川は、猿が可愛くて、癒された。女性は猿に響くと思う、と笑顔。それを受けて綾野は、女性は猿に響くって名言だなぁ、と笑い飛ばした。現在放送中の NHK 連続テレビ小説、半分、青い。にも出演中の豊川は、撮影中にぎっくり腰になったと告白。剛くんが60分くらいマッサージしてくれた、とこの日は元気な様子をアピールした。